なんかもうそんなに使わないかも。いやこう変えた方がいいじゃん。あこのベルトの色変えるだけでもいいし、フォント変えるだけでもいいし。あそうっすね。そう思わないですか。うん、そうっすね。それはそうっすよね。なるほどね。そして今回は。今回は楽しいね。まずミルさんがずっと気になってますよって言ってるから。ああそれ ね, このね。ちょっとこう。これちょっと全部開けていいですか。もちろん。ビニール。ビニールの、いやこれ時計をさ、こうやって見るの楽しいね。これもすごいでしょ。あ、それ新作じゃない。新作です。うわ、これいいな。やばいじゃん。これリダン。これね、ちょっとリダンかどうかあれだ。もしかしたらオリジナルかもしれない。すごい綺麗。一般的にはリダンにしてはちょっとね、全部デート。あ、デートジャストも。これが、これ6694。うん。それオイスターパーフェちゃん。オイスターデート。あ、手巻きっす。あ、手巻き。手巻き。だろ。オイスターデートはまだやってないんじゃないかな。これもオイスターデートですよ。手巻き。うん、手巻き。この辺が手巻きなんですよ。すげえ、1970年コットンボールって書いてある。これ貴重です。これアメフトでしょ。そう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 、アメリカの、アメリカの優勝したチームにも、あ、そうそう、配られたっていう、あの西海岸で開かれた、売っちゃったやつがいる。リターンでしょうね、当時ね。なんと、それサンダーバード。あ、サンダーバード。はい。これめくっていいの？もちろん。話しちゃっていいかな。え、サンダーバードって聞くけどさ。はい。どういうこと？サンダーバードのベゼルに特徴があるんですよね。うん。この形サンダーバード。え、サンダーバードは？アメリカの？人形劇。いやいや、それとどう繋がってるかちょっと分かってないですけど。え、何をしてサンダーバード？あ、これ回るんだ。ダンドで。これさ、この回転式のベゼルにしてるのはどういうこと？これ GMT 針があるわけでもなんでもないじゃないですか。そうですね。どういうこと？どう使うの？1時間計ってことこれ。10、20とか書いてました。これどう使うんだろう。もうあんまり見たことそれ、ファッション、なんかね、こう機能的なことでしょ、うん、これも綺麗じゃんね。綺麗。いや、これだいぶ、これなんだろう、おじいちゃんっぽい。おじいちゃんっぽい。おじいちゃんっぽいというか、もう渋い。カバーの感じが。もう渋々やね。みんな古いね。古いです。インスピレーションも、まあ、なんかこれでしょうね。これがいいでしょうね。これで何年モデルなんですか。これでね、何年かな。それは何、デート、デートジャスト。これデートジャストです。デートとデートジャストだと、デートジャストの方が
高価な時計でしょ。そうです。デートジャストって日付がこう12時でカチャッと変わるっていうことでデートジャスト、ピュンって変わるでしょ。そうです。それがデートジャスト、まあ、これロレックスが編み出したんですよね、うん、これちょっと今開けないと年代まで分かんないですけど、分からない、リフが分かんない。そうです、シリアル、うん、あ、そうだ、水さんあれだね、あの工具ね、うん、そうだ、まだ職人さんに聞けてない、うん、そろそろ俺も工具も、工具持ってくればね、すぐ開けれれば、うん、これ渋いっすよ。これがだから、リランなのかそうなのか違うのかっていうことなんですね。ですね、ですね。わかんないね、リランっぽい感じもするけどね。そうなんですよ、ただ、似てる感もないから、もうちょっと見てますよね、うん、これでもいいんじゃない、次の出し物。出し物ね、うん、まあ、こんな感じだとこれかこれでしょうね、またね。そうですね。ね。これなら、うん、来週できる。セビオン。うん？何があってるの？あ、セビオン。オーバーホールがあってる。はい、まあこっちの方がいいでしょうね。うん、これすぐいっちゃいますね。コンビって今までやったことなかったっけ？あ、ないかも。うん、まあステンの方が今、まあ今ちょっと硬い。これコンビだからこっちの方が高いね。ちょっと高いです。金だもんね。うん、これさ、金高騰してますね。バックル、はい、もうこれこう金じゃん。はい、これは無垢じゃないんでしょ。あ、貼ってあるってことですか。どういうこと。金、ここ金って言うじゃん。金です。ほら、青サブのさ、うん、要はこのバックルベルトのところってこうなってんじゃん、うん、まあ、ジュビリーじゃないけど、はいはいはい、金、無垢なのか。無垢だったらめっちゃ高くなる。無垢じゃないでしょうね。でも金は使われてるってことでしょ。貼ってるんじゃない、金シールドかもしれないですね。あのこう、うん、こう覆ってるというか。いや、これとこれ重さ全く違うけど、こっちの方がやっぱ重いよね。うん、金だけに。金だけに。これだって同じサイズ感でしょ。そうです。そこに測りなかった。重さ、そうですよね、それはそうですよね、うん、あ、だいたいね、85g ぐらいだね、ステンはで、金のやつは95とか、うん、やっぱ金の重さが大きい。あ、そうだ、さらにこっちの方が新しいですよ。これが1601っていう1個前のコンビで、うん、これ1601だから、あのもう1個新しい。あ、こっちが新しい。こっちが新しい。こっちの方がさらに高い。でしょう。これいいっすよね。色もね。いいね。ブルー、ジンソン好きなブルー。これまた古いんだよ、70年代に。うん、でしょう。今よく分かってない。今は分かってない。これ初めて。持ってきた。うん、これだと大体定価いくら？
まあまあするね。まあまあします。まあまあする、ね。ジェットジェット。あ、だからか。こんな古くてさ、50万ってすごいことだね。よく考えたら。まあね、安いっちゃ安いですよね。あ、今日持ってくればよかったな。僕機械紙じゃないけど、はい、グッチのパリで買ったクォーツの時計があるんですよ。ほう。まあその時に時計のことよく分かってた、はい、勢いで買ったので12万とかするのかな。おお、グッチも持ってんすか。でも電池でね、うん、電池式のクォーツね。あ、クォーツでね。クォーツでね。で、ハマさんコロッと出てきた。うん、全然ハマってない。いくらかなって知らない。知らない。2、3万だ。中古市場。だってもう、それぐらい20年前ぐらいになってる、グッチの時計だから。なんか多少なんかなってるのね。今、クォーツだよな。化けてなかった。2万8000円。むしろ落ちてる。3分の1、4分の1だ。おお。時計なら何でも買う。いや全然何でもじゃないですよね。まあ、特にクォーツは化けづらいですよね。ね、クォーツでそういう時計ないよね。うん、ちょっと思ってた。ロレックスのクォーツってあるんですよ。は？マジで？はい。それレアじゃないですか。これ逆にレアなんですよ。でこれまたレアでロレックスのクォーツがあるんですけど、そのクォーツモデルって形見たら一瞬で分かるんですね。うん、あ、これロレックスのクォーツじゃんっつって、うん。そのクォーツが唯一2年間ぐらいオートマを作ってたモデルなんですよ。はあ、だからクォーツがレアです、はい、でそのレアの中に何年かだけオートマモデル作りましたっていう。それがすごい。その機械式じゃないですか。そうだからパッと見、あ、ロレックスのクォーツじゃんって言ったら、あ、ロレックスのクォーツ版のオートマじゃん。あ、オートマじゃない、何自動マニキュア。そうなるわね、うん、なかなか面白いでしょ。面白い。初級編としてはまあこの辺が一番初級ですよ。669オイスターデイトね。手巻きでしょ。手巻きです。え、これ値段をつけていくとしたらどういう風になる。まあ僕今ほらうちが大体値付けしてるじゃないですか。 そうですね、それでその感じで言うとどういう風になってくる。もうなんか並べ始めましたね。その並びの何か意味がある。値段でしょ。値段ね、はい、あ、これ高い。こっちが高い。そうです。これ高い。高いです。これコトモロでこのダブルネームですからね、うん、オフィシャルにロレックスとオフィシャルで組むと高くなるんです。わ、うん、かります。ただ僕アメフトに興味ない。これがナスカーとかだったら俺はうわナスカーじゃんってね。まあそうです、ね、まあナスカだとデートナーだと思うけど、まあ、あとドミノピザとかね。ドミノピザもそんなに悪い。逆になんか嫌です。え、やだ。でも有名だよね。有名ですよね。あれなんかいい成績を出した店長に送られたやつだったかな。基本的にはアメフトで優勝したとかなんかね。だから保険会社が多分成績優秀な方にロレックスのダブルネームで渡すとか。そうだよね。当時はだからそういうのいっぱいやってたんでしょうね。希少性。高倉健さんもやってた。え？高倉健も共演者に配ってた。ですよね。なんか後ろにネームが入るでしょ。それは高倉健が自分でネームを入れただけですよね。そうです。あ、うん、公式のじゃない。これはオフィシャル感が違う。そう、オフィシャルとオフィシャルじゃないかで全然変わってくるんで、うん、だからまあ勝手にイングレーブっていう勝手に彫ることはできちゃうじゃないですか、うん、だからね、自分で後ろはね、後ろに彫金心とか行けばいいから、はい、だからそれ本当に彫っていいんですかねみたいな聞かれるな。まあ価値は落ちますからね、うん、勝手に彫ったらね。でも高倉健さんのやつは価値上がるでしょうね、はい、高倉健ですからね。亡くなってらっしゃるし。確かに。でそれが誰が受け取ったかっていうのもまたストーリーがあるでしょうし。ですね。それなりの俳優なわけでしょう、女優とか。
それで言ったらポール・ニューマンがしてたポール・ニューマンっていうのがものすごくいいことじゃないですか、ね、あれがポール・ニューマンのじゃなかったら20はいってないですよね。あ、そう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 ですよ ね。あれ別にロレックスが公認でも何でもないけどポール・ニューマンがしてたっていう。ポール・ニューマンがしてなかったらあれはどれぐらいになるの？だからポール・ニューマン自体が高いんで、うん、1億いかないでしょ。でもいや、ポール・ニューマンも1億いってるのもあるからポール・ニューマンがしてなくても高いですよ、もちろん時計が、はい、でポール・ニューマンがしてたポール・ニューマンってことでもうねこんなになりましたけど、時計だけとしても高いですよ。なんかね、この間 YouTube でたまたま見かけた映像で、アメリカの兵隊が要はこう軍隊の売店に注文してロレックスの時計を買ったんだって、うん、はいはいはい、で当時月給が300ドルでしょ、その兵隊さんが、うん、でレートな4桁6263とか、うん、なんだっけ、まあ6がついてる、うんうん、それを350ドルで買った、はいはいはい、要は月給以上ですよ。ああ、なるほどなるほどね。そしたらもう届いたらこんな時計はめられないと、うん、ずっと金庫に保管して、うん、で年月が経ち、うん、去年かな、うん、そのアメリカのオークション番組でこの時計はいくらになるのって言って、うん、見せた、その350ドルで買った時、ベトナム戦争の頃の話かな、確か。はいはいはい、うん、アメリカとソ連がやってる7600万円だ。ほう、新品だもん、バリバリの新品だもん、はめてないの。もうその人が奥ゆかしくて買ったんだけど、こんな時俺には合わないし、しまっとこうと、自分じゃ金庫に入れっぱなしで、もうでも俺もジジイで死んじゃうと思って、もう売ってもいいかなと思って、なんかオークション番組に申し込んで持ってきて見せたら、そのオークションの時計担当がいて、うわっみたいになってこれはもう日本円で7600万だから7600万。で探せばあります、はい、ひっくり返ってたもんね持ってくる、うわーって本人がガーンってなってたすごいっすね。もう老後安泰だよね、7600万の知らぬ間に退職金手当してたみたいな。そうなんですよ、その頃の350ドルとまた価値が違う。まあでしょうね、4桁でだって60年代70年代でしょ。ああそうですね。それ自体え、な、物は何なんですか？デートナ。あ、デートナだ。デートナ、デートナ、それはそうですね、デートナの手巻きです。あ、それはなってるな。6263だったかな。でもある6263。 あります、確か6263。僕のめちゃめちゃ人気モデルです、うん、パンダのやつです。終わった。パンダでしょ。それでまだ使われてないものなんて普通存在しないですからね、うん、だから7600で買い取ってもっと高くで売るってことじゃないですか、うん、業者は、うん、奥だね。でしょうね、奥で売れるもん、うん、もうだから値段つかないんじゃないですか、そんな未使用の。えらいことですね、手巻きのデートなんて。もしあったら、あったんですね。だってギャランティーとかあるもん。そのままそのままたこと。で、その当時のその売店の袋まであって、これもいいっすね。はすごいな。